新型コロナウイルスの感染拡大で中国上海市では大規模なロックダウンが行われていますが、封鎖されたエリアでは食料をめぐって混乱も起きています。防護服を着たスタッフともみ合いになる住民たち。この映像は28日から市の東半分がロックダウンされている上海市で撮影されました。工場の宿舎で隔離された従業員らが食料の配送が遅れたことに腹を立て、隔離を管理するスタッフと衝突したとみられます。隔離中の住民らから不満の声が上がる中、上海市当局は今日会見を開き、陰湿なオミクロン変異株に対し一部の対策が十分ではなかったと釈明しました。その上で市民全員に宛てて手紙を出し、対策の強化を説明した上で、上海には必ずいつも通りの美しい春が来るでしょうと理解を求めました。